アンヘル・ラフィタ・カスティージョは、スペイン・サラゴサ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。レアル・サラゴサの下部組織出身。2005年8月28日のアトレティコ・マドリード戦でデビューした。2006から07シーズンは、主力選手として、クラブの UEFA カップ出場権獲得に貢献した。 2007年夏にデポルティーボ・ラコルーニャにレンタルされ、3試合連続得点などで UEFA インターととカップ出場権の7位に入るクラブを支えた。2008年、デポルティーボに完全移籍した。11月のレアルベティス戦で2得点するなど、好調なチームの中で得点源として活躍した。 2009年7月、サラゴサがいくらかの買い戻し金を支払って、ラフィタを買い戻そうとしたが、デポルティーボは、買い戻し金は350万ユーロに上るとして、サラゴサの金額を拒否した。8月29日のレアルマドリード戦には、デポルティーボの選手として出場したが、移籍期間が終了した9月1日には、サラゴサ、デポルティーボともに、 ラフィタを支配下登録選手として主張し、9月22日には裁判が行われた。9月17日にラフィタはサラゴサに到着してチームと合流し、10月18日のラシン・サンタンデール戦で移籍後発出場した。おじと父親と弟はプロサッカー選手である。おじのフランシスコ・ビリアローヤはレアル・マドリードやデポルティ・ボ・ラコルーニャでプレーし、 スペイン代表として1990年のイタリア W 杯に出場した。父親のフワン・ラフィータはアンドラ CF でプレーした。弟のナチョ・ラフィータもレアルサ・サラゴサの下部、組織出身であり、SD ウエスカなどでプレーした。ありがとうございます。